こんにちは、ゆきななです。今日は何をしようかなって考えた時にこれが目に入りました。これで、ね、動画でもすごくアクセスの多い、ヘキサゴンなんですけれども、まあ、あの写真の撮り方が良かったのか、うん、実物も可愛いんですけれども、すごくアクセスが多いんですよね。でこれね、このままで置いてたので、これじゃいけないなと思ってキルティングしていこうかなと思います。でね、これ、結構作っていただいてて、インスタの方でもご紹介いただいてすごい嬉しいんですけれども、ヘキサゴンだから1、2、3、4、六角形なんですけども、これね、ここまでしてこの端の処理どうするんやという問題に多分ね行き着いてはると思うんですよね。こういう風にお作りになった方、使っていただきたいなと思うので仕上げていこうかな思います。やり方はね、いろいろあります。一番簡単なのは、これを裏布と中表にしてここねミシンかけちゃうっていうね、一番ね簡易的な方法あるんですけども、それでは、これは手でつないだってもったいないから、ハンドで仕上げたものはとことんハンドでしていこうかなと思います。でここね、バイアステープでこうしてこまめにやる方法もあるんですけども、私そこまでできません。昔はやってましたけども、今はもうそんなんしたくないから、じゃあどうしようかなって考えてね、これをね、綺麗なね六角形に成形しよう思って、そしてバイアステープでくるんだら一番簡単で綺麗にできるなと思って、まあ、アプリケ嫌いな方、まつるの嫌いな方はちょっと大変だと思うんですけどね、ここにね、この土台布のね、これよく使ってた可愛らしいこのどなた、これどなたマーカスファブリックスさんのこの可愛らしいね黄色ぴったり合うから、これで春らしいタペストリーではなく、何かな、敷物かな、なんか作っていこうかな思います。大体ね、どうしよう、5センチ開けたらいけるかな、あんまりね生地無駄にしたくないから5センチぐらい開けてね、このこういう風にして切り取ろうと思うんですけれども、で中心もったいないですよね。ここ中心はくり抜いて他に何か使おうと思うので、とりあえずねこういう風にして切り取っていきたいなと思います。六角形にしようかなということなんですけれども、きっちりね六角形の製図を書かれてもいいと思うんですけども、私はもうこのね、ここ六角形の頂点にあたる、まあとんがってませんけども、このね一番端から5センチ測りました。ここ5センチ、ここ5センチで、まあ見えてませんけど、ここここここ5センチのところにね、ちょっと分かりにくい、ここだね、ここに、点を書いたので、これを結んでいこうかな思います。結んでここが平行になってるっていうことを確認して、こうして。この間この水で消えるペン、白地に書いたら全然消えなかった。これは時間とともに消えていくんだろうか。これも大丈夫だろうかと思いながらね、最近この水で消えるペンが信用できなくなってる私です。消えないじゃないかっていう感じだったんで。まあ、鉛筆でね書かれてもいいと思うんですけども、私はねもう先生に、私の師匠に鉛筆で書くっていうことを仕込まれたので、鉛筆でね平気で書いていきますけども、まあ、鉛筆も自然に消えないんですけども、まあ、気にならないって言ったら気にならないんで書いていきますけど、最近もこれが主流なのかな、こういうのね動画で見るので鉛筆では書かないのかな、今はね、どうなんでしょう、からない、結構知らないこといっぱいありますね、まあ、自分がやってきた道しかわからないので、よいしょ、経験したことしかわからないのが人生なので、はい、こんな感じで書けたので切っていきます。はい、こんな感じで切り抜けました。あら、切り抜きました。で、正確な六角形ではないですけれども、まあ大丈夫だと思うので、こんな感じで乗せて周りをねまつっていきたいなと思いますが、その前にアイロンかけます。はい、ではアイロンかけていきます。この布裏向けて、ここ縫い線書いてます。この通りにこう折り返してアイロンかけていきます。
かなりね周囲いっぱいありますけども、まあ、根気強くこうやってねアイロンかけてください。はい、こんな感じでして、こんな感じで折り返しちょっと微弱ではありますが十分これで大丈夫だと思うので、土台布の上に置いて中心決めなくても後から歪んでたらまた切り落としたらいいので、何箇所か待ち針を留めて周囲を混ぜていこうかなと思います。では周囲全部まつれましたのでアイロンかけていきます。ここを伸ばします。綺麗にシワが伸びたので裏を向けてこの周り切り取っていこうかなと思います。生地がもったいないのとね、これ2枚でいる必要はないので表切らないようにして注意しながら、この黄色い方の生地だけ切り取っていきます。はい、切り抜けました。こんな感じで、これはねまた何か作品を作るときに使おうかなと思います。では表向けてこんな感じでトップが出来上がりました。ここね円形にされてもいいかなと思います。では裏地ご用意しました。花柄にしました。この上にキルト芯置いてその上からトップを重ねます。キルト芯と裏布はトップよりも一回り大きめに切ってます。伸ばしながらしつけ用の安全ピンで中心から留めていきます。はい、こんな感じで全体に安全ピンが留まったので中心からキルティングしていきます。この黄色い糸を使います。では一周回ったのでここに針を刺してこちら側に出していきます。そしたらこの2周目のここの周囲をぐるっとキルティングします。はい、一周回ってきました。そしたら安全ピンを外して次こういう風にしていって針を中で渡してこういう風にしてここで針を渡してこんな感じでやっていきます。ではこの境目の1ミリ手前縫います。では一周回ってきたのでここで終わってます。で針を渡して次この周囲こういう風にしてやっていきます。ここまで来たらこう糸を渡してやっていきます。
一番外のところは緑の糸に変えて縫おうかなと思います。このしつけの安全ピンですけれども、ここまで来ると少しよれてくるので留め直しておきます。では最後のこの周ですけれども、ここをこうぐるりと一周してから、同じようにこういう風にしてやっていこうかなと思います。はい、一周終わりました。一周終わったので、ここで針を通してこちら側に渡します。針を渡して、そしてこういう風にしてやっていきます。では外周ができたので、今度この黄色いところにしようかなと思います。黄色の糸に変えて、この今ここですね、混ぜてるところの1ミリ向こう黄色の部分にキルティングをしていきます。ここ周囲をきれいに六角形に成形しました。ここの切り落とし方なんですけども、周囲をきれいな、六角形にするやり方ですけれども、ここの一つの角度が60度、こんな三角形を作ります。なんで60度かというと、ここの円周が360度、これが六角形なので割る6で60度になります。一つの角が60度、これが6つ寄ってヘクタゴンになってます。なのでこういう三角形を作って、こういう風にして、こういう風にしておきながら線を引きます。こんな感じでね、こういう風にして、でちなみにここから一辺は18センチですね。一辺18センチメートルの正三角形で成形しました。ではここね、この周囲をキルティングしてるんですけれども、ここプク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 浮いてくるのが嫌だから、同じようにこのこういう風にして波にキルティングをしていこうかなと思います。ではどこからでもいいので、こういう風にして糸を出してきます。だいたいお好みですけれども、7ミリから1センチぐらいの間隔でね、こうしてフリーハンドで私はやります。フリーハンドが苦手な方はきっちり線を引かれたらいいかなと思います。このヘキサゴンのこのギザギザに沿ってずっとエコーキルトって言いますけれども、エコーのように周囲に響いていくという感じでね、エコーキルトって言いますけども、こういう風にして入れていこうと思います。こんな感じで一周やっていきます。ではこの外周2本キルティング入りました。こんな感じで、画像わかりますかね、7ミリで追いかけました。ではバイアステープでくるんでいこうかなと思います。4センチ幅切りました。約120センチ必要になります。なので60センチ2本切ってます。こんな感じで、ではこういう風にして、これたまたまこうなってますけども、こういう風にして同じ方向に斜めに切り落として、そしてつなげる場合ですね、こういう風にして置いてつなげます。でここ角、こっちも角出てます。このこういう風に交わったところからまっすぐに縫います。縫い糸の黄色に変えてここ縫います。はい、つながりました。つながったらここ角落としときます。こっちとこっちの角を落として、こんな感じです。では周囲をバイアスでくるんでいきます。どこからでもいいんですけども、この角はねちょっと避けてこの辺りからします。最初ねこう斜めに切ってあるのを折り返します。折り返して置いていって、この端から7ミリの縫い代で縫っていきます。
メッセン私変えてませんが、書かれた方がいいかなと思います。ここの角まで縫います。ここまで来ました。ちょっと早朝なので声が出てませんが、ここまで来た時のやり方をやっていきます。ではここ7ミリ手前まで縫います。7ミリ手前やなと思ったら、ここで1回返し縫いをします。で7ミリ空いてるなって確認したら針を休めときます。そしたらこのバイアステープをこの角度で折り曲げたいので、ここをねこういうふうに立体的にね折り返します。この角をきっちりと当てて、ここをこういうふうにして決めますね。ここの線に当てて、そしたらバイアステープこう立ち上がってきます。こんなふうにして立ち上がってくるので、立ち上がった状態でまず右に倒して爪で肩をつけます。次に左に返して爪で肩をつけます。そしたらねこういう風にしてね飛行機みたいにねこう立ち上がります。立ち上がったところでこの休めておいた針を持って、ここをねこっちに針を渡します。こんな風にして、そして向きを変えて、しっかりとこう針を渡したらここ7ミリ空いてると思うので、この7ミリのところね、ここですね、この幅がこの出たところ 0.1 ミリぐらい、ちょっと横あたりね。そして続けてこういう風にして縫っていきます。これがねこの角のやり方です。そしたらこっちに返すときにこういう風に綺麗に角が出てます。こういう風にしてあと何辺かやっていきます。はい、では最後まで来ました。最後に来たらこう最初折り返してあるので、その上に重ねて、重なったところここきっちりと合わせて、ここで切ります。斜めですね、斜めに切り取ります。こんな感じで重なってるところを上から縫います。はい、では一周全部縫えました。ではまつっていくんですけれども、その前にこの縫い始め、重なったところここですね、ここを留めときたいと思います。ここを縫い留めたのでこの辺縫いにくいですけども、ちょっといつもはねこう縫わないでやるんですけども、今回ちょっと縫ってみようかなと思います。縫い始め重なってるところを縫いました。ではいらないところを切って平らにして、でこれはどこかで言うとここですね、ここをまつっておきました。こうして開いた時に、開いといてもいいですね。ここ。最後までまつれました。では完成しました。朝早いから声が出てませんが、ちょっとねこれは続きがしたくて早く目が覚めました。ヘキサゴンの周囲の始末の仕方としてはこれ一部分になります。こういう風にしてね布を足してね、きちりとした六角形にする方法もあります。ここですね、こういう風にしてこの生地かなり切り落としました。っていうのもね、やはりこのヘキサゴンの方がメインなので、ちょっと甘い生地を使ってしまったので、太いとなんていうのかな、こちらがあまり生きてこなかったので、2センチと3センチこのぐらいの細さが一番いいなと思って切り落としました。でバイアステープでくるむやり方をしました。この大きさすごく便利です。上にね花瓶を置いたり、この大きさはすごく役に立つ大きさなので、ぜひ皆様も作ってみてください。
最後までご覧いただきましてありがとうございます。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、チャンネル登録とグッドボタンをどうぞよろしくお願いいたします。